タイマーは、あらかじめ設定した時間までの残り時間を表示し、残り時間ゼロとなった時に、ブザーや発光で設定された時間が経過したことを知らせる装置のことを指す。その他にも計測開始時からの経過時間を行う、ストップウォッチや、定期的に電源をオンオフしたり、カウントダウンを意識せずにある時刻を設定しておいて、知らせるなども含めて、広い意味で、時計全般のことを指すこともある。 器計時器とも言う。タイマーとも呼ばれる。タイマーとしての短機能製品の他に、通常の時計の位置機能として、時間経過を知らせる機能、家電機器の動作予約機能、コンピュータ機器の動作上の内部機能として、組み込まれている時間を計算する機能としてのタイマーなどが挙げられる。コンピュータにおいては、クロックとは、時計機能そのものではなく、 時刻の単位であり内部動作を同期する基準であり、そのクロックを数えることで一定時間の経過を知るタイマー機能が動作する。入力信号がオンし続けた場合にセット時間が経過すると作動するタイマーの方式。入力信号がオンからオフに変わった場合にセット時間が経過すると作動するタイマーの方式。入力信号がオンの場合にセット時間でオンとオフを繰り返す。 タイマー方式。デジタル式、キッチンタイマーキッチンタイマー調理時間の目安とするためのタイマーである。設定時間が経過した後にブザーが鳴る。電子回路を用いたデジタル式の製品が普及しているが、ゼンマイバネを応用した簡単なダイヤル操作だけで使用できるアナログ式の製品も使われている。デジタル式はカウントアップによる簡易ストップウォッチになるものが多い。 また、デジタル式でリセットボタンのないものには、分設定ボタンと秒設定ボタンを同時押しすることによって設定時間をゼロリセットできるものがある。24時間繰り返したいマー照明や生物の飼育などのために、1日のうち決まった時間に動作を繰り返したいマー。登場初期には時計のような文字盤の周りの爪を動かすことで時間を 設定する製品が多く見られたがこれは内部に可動部分を持っており、半導体技術の発達に伴い可動部を持たない低減価の電子式が登場した。表示板付きタイマースポーツの試合や持ち時間が決められている、口頭発表などで遠く離れた位置でも見えるよう、大型の表示板に残り時間などを表示するもの。スポーツの試合用のものでは、タイマー表示のほか得点表示、 サーブ券表示などができるものが多い。カメラセルフタイマー写真を撮影する際、カメラを操作する人も写真に写ることができる、用意一定時間の後にシャッターを作動させるもの。シャッタースピードの制御シャッターを開きフィルムやセンサに、光を当てる時間を指示された、一定の長さに調整する仕組み。録画機器、炊飯器、扇風機、エアコンなど家電製品録画、炊飯。 暖房など、機器動作の予約設定や、電子レンジ、洗濯機などにおけるカウントダウン設定をするため、タイマーが内蔵されている。以下のいずれか、あるいはワンショットなど、いろいろ設定可能なものも多い。インターバルタイマー一定間隔で何らかのシグナルを、システムに対し発生する機構。一般にオペレーティングシステムは、リアルタイムクロックで時刻を取得した後はこの、 インターバルタイマーの割り込みを使って内部時刻をアップデートしていく。オペレーティングシステムがプリエンプションの契機として使用したり、OS 自身の様々な定期処理やデバイスドライバなどに OS が提供するタイマーの元ととしても使われる。ウォッチドックタイマーコンピュータシステムの正常動作を確認するための機構。 オペレーティングシステムがウォッチドッグタイマーに対して一定間隔で書き込みを行い万が一その書き込みが規定期間内に一定回数以上行われなかった時にはシステムがハングアップと判断してシステムをリセットする組み込みシステムなどで使われることが多い古い JISZ8301 によって超音符をつけない流儀があったが現在の JISZ8301 2019は超音符をつけることを原則とする国語表記の基準に準拠している。したがって超音符をつける方が普通である。ありがとうございます。